次。黙祷。農業だったりとか、地方の復興、地方ってこんなまだ困った方がいるんだよ、こんな農業の農家の方がいるんだよっていうのを自分自身10年経つってね。なんか、ね、10年俺もあの日はドラマを撮ってて、ちょうど初めての一人暮らしをしてた、当時してた家に帰って、この福島とか仙台とかの東北に比べるとね全然小さかったんですけど、その東京にいた俺でもこれはちょっと違うなっていうような揺れの大きさだったりとかで、まあその後のもうテレビをつけたらね、それこそ信じられないような光景がメディアに映されたりとかして、まあ早く現地に行って何かしたいなって当時思って、いろんなところに交渉したけどなかなかそれも実らずにダメだったんですけど、去年僕が独立をしてから初めて迎える3月11日がこの10年の節目っていうのも、なんか僕としては勝手になんかご縁を感じざるを得ないし、絶対に現地で来たかったこの福島のこの郡山に、この10年後にこのお声掛けをいただいて大切な復興祭に出演させてもらったっていうのは、なんかすごい運命を感じますし、ありがたいですね。なんかまあもちろん農業の部門もそうですけど、やっぱり僕自身がこうエンタメとしていろんなことを発信していって、パフォーマンスを頑張ったり、いろんなプロデュースを頑張ったりすることによって、一人でも多くの方は多分笑顔になってくださると思いますので、少しでもね多くの人を笑顔できるように頑張りたいなと改めて思いました。微妙だね。音楽をきれいに届けるんだったらマイクじゃない方がいいね。すごい、明日ねここにねえ倍の生徒さんが、ね、みんなの顔がね喜んでもらえるといいね。ねえ、中学校だもんな。卒業式とか、 だから成人式もそうだけど、そういうさ一生残るものってあるじゃん。うん、サッカーだったらね、全国高校サッカー選手権、もう野球だったら甲子園とか、そういう舞台ができないっていうのが一番胸が痛いわ。子供の時のそういう思い出とか一生残るじゃん、うん、そういうのをイベントできない今のこの時代っていうのが腹立つよね。何してくれてんのっていうさ。だね、明日 ね、 ねちょっとでも ね、 でもねそのプラスになれればいいですね。うん、どうも、2日目の朝でございます。今日はですね、卒業式にサプライズで、登場して、歌を、歌いたいと思います。まもなくもう10分以内に登場なんですけど、何も知らない、子たち、そして、そのお父様方、お母様方がですねいるということで、ちょっと覗こうか。絶対バレちゃダメだ。いや、ピンクがちょっと怖いんだけど、ちょっと覗こう。でも真っ只中らしい。そう、真っ只中でしょ。でも、もう言うならばクライマックスに近いわけですよ。近い。校長先生の言葉の後に、本当は終わると見せかけての登場なんだ。ちょっと行きましょう。絶対バレないください。それな。それじゃないよ。それなんだよ。目立つな。まあ、皆さん多分今校長先生に集中されてると思いますから。あそこだ。スキファイトル、スキファイトル。喜んでくれるといいですね、本当に。中3ってことはさ、うん、あれだわ、俺ジャニーズに入ったの中3なのよ。中3でもう命の恩人ジャニーさんに、まあ、見つけていただいて発掘していただいて今の人生があるので、その転機の時の子たちですね。伊達星さんが転機になるんじゃないですかね。だから
っぱこういう時の中学校とかの経験ってすごく将来の糧になるじゃないですか、うん、覚えてるよね。いろんなその本当はして思い出に残るはずだったイベントとか行事ができてないわけですから、なんかちょっとでもね、もう全部取り返すのは無理だと思いますけど、プラスになればいいですね。心込めてまして歌いたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。期待します。はい、頑張ってきます。まもなく行ってきます。会場の前にスペシャルゲストさんから皆様に卒業のお祝いメッセージがあります。
可愛かったみんな。ちょっとでも教訓残る卒業式になってくれたらいいですね。うん、なんかすげえパワーもらったな。ステージ上にいてパワーもらうんだよな。なんかステージの上って。っ逆にね。うん、このねこの子たちが未来の日本と未来の福島をね背負っているわけですから。いいね。未来が明るくてね。2回の大きな震災とコロナウイルスを経験した俺子たちは強いと思うよ、うん、経験した人にしか分かんないんだよね。俺もこうやって現地に来てまあ、被災された方とかにこうメッセージを送れるけど、本当の痛みって被災された本当ご本人たちにしか分からないし、それを少しでも歩み寄って助けることができると僕は思ってるんで、エンターテインメントでなんか改めてすごい来てよかったっす。はい、この福島郡山に昨日の復婚祭もそうですし、今日の過ごしの僕にとってもめちゃくちゃいい思い出になりました。はい、今後もなんかこういういろんな未来ある若い人たちになんか少しでも道と夢を与えられるような活動していきたいですね。はい、今後もなんかこの輪を広げていけたらなと思いますので、もしかしたらこれを見てる方が来年の中2とかの人がいたら、来年ね俺行くかもしれないからいきなりで現れるかもしれないからね、僕自身もパワーをもらいに行きたいと思いますので、はい、今後も楽しみにしておいてください。というわけで、この辺で以上になります。ありがとうございました。ピッバイバーイ。コロナでいろいろできないことがあったんですけど、最後の最後に
最高の思い出ができたので良かったです。今日は手越さんが来てくださって、手越さんの歌っている姿を見て号泣してしまったんですけど、最高の思い出ができてとても良かったです。3月9日歌ってくださって、もう本当に感動しました。まさか手越くん来るなんて。かっこよかったです。手越くん来るなんて本当に思ってなくて、もう本当にびっくりです。本当にありがとうございます。最高の卒業式でした。はい、とても心に残るような式になったので、本当にありがとうございました。いろんなコロナの中で制限がある中で、こう楽しめて手越さんが来てくれてすごく楽しかったし、思い出がこうバーッと蘇ってきてとても楽しかったです。ありがとうございました。とても嬉しいサプライズをありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。手越ゆうやさん、最高でした。最高でした。せーの、せー